占いってだけであるのかな、本当に。やってみたいけどね。ものすごい眠たいんですけど、俺も。俺も酔っ払ってた。チャガエフと同じぐらいか。うん、あ、170、あ、6で93キロ。あ、まあ、いい体してますね。いい体してますね。いや、それただ筋肉か分かれって。同じ90何よ、脂肪なのか筋肉なのか。いや、でも、93キロある時点で。176センチあるから。うん、まあまあいい体してます。ただデブかもしれないし、筋肉かもしれない。でもその体を動かせるってことは筋肉あるってことですかね。いやいや、分からへんんですけど。だから相撲取りみたいなのか、うん、プロボクサーみたいな筋肉ムキムキで90キロなのか。中身違う。ああ、結構あれだな。鼻が詰まってきましたね。なんで？花粉か。花粉症やろ、うん。皆さん花粉症じゃないですか。ちょっと僕一昨日ぐらいからやばいんですけど、薬がもう手放せなくなりました。はい。高橋さんもなりますよね。そのうち。あんまりならんけど、豚草だけ俺アレルギー。ああ。そうや。半分ね寝とる感じですけど、ね、半分ね寝かかってしまいにはなんかあの花粉症の話なんかしちゃって、寝言言ってよ。やっぱり下ネタが盛り上がるんだよ。下かセックスの話が。いや、一番楽しいじゃんセックス。まあだけど落ちたな俺は。もうね、性欲がなくなった。そう、うん、禁欲はね、うん、失せんのだわこれが。ああ、言うね。そうやって性欲はやっぱ年とともに落ちるけど、金に対する欲望はな、うん、そこに配らなかったですね。金入っとるじゃないですか。ああ、え、それお金入っとるじゃない。この箱の中に忘れましたか。いや、1万円札いるから2000万あるよ、おうち。専務はタバコ1日何箱で使って。あ、俺そんな吸わないので。なんかこういうツイキャスとかライブとかやってるとちょっと緊張するから。こういうことやると嫌われるんだけどな。そう、タバコね。あります、うん、ありますよ。お金やろ。1日1箱吸わないかな。全然間違ってない。陽介くんはタバコ何箱吸うの。ああ、それ本物みたいな。今日ボーナス支給日やから。あ、1日1箱だったらだけど、まあ、あ、陽介さん若いんですよね。金かかるからね。やばい、出たよこれ。やばいのが出た。あ、触らないで。触っちゃダメ、俺の金だから。触っちゃダメよ、これ俺の金だから。下世話ですね。ああ、だから今日ボーナスでくれる人って。いや、あげあげ、これ1束ください。触っちゃダメ。1束ください。1束やろう。ちょっと1束こうやってね、あのね、金をね、まあ、これちょっとこれなんぼね、1,2,3,4,500万か、はい、もっとギャマ積みじゃないかんだわ。あ、本当はね。ああ、うん、で金が寄ってくるの。ああ、はいはい。で年利なんだって金って。うん、寄ってこい寄ってこいったら寄ってきちゃう、うん、じゃあ祈らないかん。だから追いかけちゃダメなんだよ。はい、追いかけたらこいつは逃げるのよ。ああ、なるほどなるほど。追いかけないとダメ。じゃ追いかけちゃいない。あ、恋愛と一緒ですね。そうそういうことですね。だから多少追いかけりゃいいんだよ。あとは俺の金だよ、俺猿ので。じゃあ、いや追いかけちゃいけないんだよ。どうぞ。ありがとうございます。うん、すいません。いいんすか、これ。もう100万な。おざす。まあ、こういうことだよ。はい。これで旅行行きますわ。うん、はい。あ、ちょっとこれ、一回返しますね。これで明日さ、カメリンにさ、500万下ろしていいだからさ。はいはいはい。まあ、これでどこまでやれるだって、ちょっとやろうか。ああ、そうですね。そこに隠しカメラさ、仕掛けといてさ。ああ、なるほど。で、カメリン呼んで、ちょっと話があるんだって。はいはい、二人きりにして。はいはい、朝これ、つんで。いや、昼過ぎにしよう。はいはい、昼過ぎにさ、みんなさ、カメリに呼んで、俺が呼んどるって呼んでよ。ああ、で、ここにカメラ置いといて、はい、俺がこの金でカメリにいろんなこと言って、うん、どこまで。最低。最悪。最悪や。最悪ですね。お、買収しよう。あ、最悪だ。で、ドッキリで、で、カメリが何か言ったら、その専務が来てよ。てってれドッキリでした、みたいな。金で動くかどうか。そう。YouTube って儲かるんだよね、これ。いい音ですね。俺は猫とか犬をさ、撫でるのが好きって人多いじゃん。うん、俺こうやって寝ながらこうやってお金こうやって撫でとりたいもん。こうやって
よしよし。病気だ。こんなさ、ツイキャスにしてもこうやってお金置いとる人あんまおらんで、かこんだけ。ああ、そうだね。あの、承認欲求強いの、うん。俺は金持ってますキャラでさ。よくないですよね。よくないよ。うん、いや、悪いことじゃないよ。まあ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 。ね、お金みんな好きなんだもん。うん、俺の金だから触んないでよ。いやだな、触んないで。ザルンさん。一枚ぐらい抜いても分からへんよな。もうそうっすね。ピン札だからな。はい。抜きますわこれ。うん、そうケチケチせんでも人の番組くれんやこんなもの、うん。見せ金でこんなもの。もういいよ別に。もう冷たい。おもちゃってバレちゃうぞね。取ってて。どうす。これこうなってんの。これねこれで検証するの明日。これ一番上だけが本物なんだよ。でこうなっててこれでカメリーも。この紙すごいなだけどこれ本物見えるな。本物に見える。で新品だから、うん、ピン札だよねでも。これだから外でもし見つけたらさ、俺足で蹴っ飛ばしてあの、ああ隠すよね。自動販売機で蹴って、腕変えてね。うん、そうそうそう。あとから拾いかない。これでちょっとさ、亀に買収するわ。わかりました。やってみてください。うん、石丸さんは、うん、金で動かへんね、あれ。順調だから。ああ。あいつにあの動く？動かへん。いやいやいや、でも、このぐらいの金で動かへん。なかなか。でも亀にはすぐ動かしちゃう。このぐらいの金ってまんぱや、俺。いやいや、500万やろ。ものすごい、俺。500万やな。下世話ですね。だからこれちょっとしまいましょうよ。もういや、こういうあのこういうニューエラのキャップとかこういうの被ろうかな。こういうやつあのおさお札でさ、帽子作ればいい。札で俺が印刷、札で一万円札の服作っちゃえばいい。あ、俺着るよ。危ねえわ、それ。俺着る。マネーやだもん、そんな。俺も嫌や、そんな下世話。一緒に歩きたくない。一万円札でな。うん、やだ、そんなの。なんで昔トラックね、よく流行ったやん。え、あの、知らん。一万円札ね、あ、そんなあったんだ、うん、あ、もうみんな消毒代したけどね。あ、みんな嫌がりましたね、やっぱお金ダメなの、うん、あ、これでよ、これで、あ、やってあげる、ちょっとこれ撮影で使うから、まだこっちにまだあるわ。待って、1000万あるわ、これ。あ、ほんとだ。俺のでカメラにこれだけど、朝来てさ、いきなりこうやってあったらさ、びっくりするよね、ってなる、多分、うん、あ、1億円で10キロの重さがあるんだ、すごいお金ですね、それは。これでカメリンがどんだけなびいてくれるか、ちょっとこれ、検証するわ。あ、わかりました。てってれいーとちょっとなんかあれやな。いやいや、今ちょっと汚れちゃいけない。あの紙袋とかいいんじゃないですか。汚れちゃいけないから。いやいや、うん、これでちょっとカメリンを買収する。てけど、資金もらえるんですかとか、マジだったら怖いよね、うん、いやいや、なるよ、1000万円で。いや、めっちゃ怒るかもしれんすよ。なんで本当にくれると思ったっけ、ドッキリなのに、うん。分からんす、冗談通じんかもしれんすもん。分からんすよ。てってれーって。お金に関わったらさ、すげえ表現しちゃうかもしれんし。ドッキリ、ドッキリ。ちょっと話をこっちから、うん。まあみんな金こんなると必死になるからね。なんか見て。なんぼすんのそれ。もう知らん、2000円ぐらいやろ。彼女夫婦ドッキリ笑える新品100万円だったから。これで。その色がちょっと。これで。怪しいわ。多分銀行強盗してきてみたいな、2000万どうぞみたいな、うん、まあね、こんなもんね、金なんて1億でも貯め込んだら別にやろうと思ったら、やろうと思ったらできるわけ。できますかね。いや、頑張ったらね、うん、今、あ、でもまだ9時4時、やばい、これお酒のせいだな。何が、うん、もうめっちゃポーッとしてますもんね。俺もやな。高橋くん元気満タンやろ。もう夕方起きとんじゃないの。夕方手前ぐらいに。いやいや、ずっと朝までしようとしとって昨日。あ、マジで。お疲れ様です。仕事というタイミングがあるよと。で、今先週から連れてんだって。あ、南湖は今日行ってきましたが、これだけど情報がすごいいいですね、うんうん、みんな行ってるんですね、釣り。だけど俺らってもう釣り方もそうだしさ、うん、使っとるはもうなんかクシクシだし、もうなんかもうワイヤーだから。いや、僕はもうね、統一してあれにすることにした。もうワームは投げ。なんでこの前ワーム縛りで釣れるまでワームでやるっつって、うん、なんでワームが投げなくなった。あの、やっとる感がね、僕とちょっと合わないんですよ。ああ、じゃあハードベッドがあの、投げたり巻いたり、まあ折って反射で食うよみたいな感じだよね、うん、まあ、あれやっとることやかましいじゃないですか。ああいう方が僕合ってるんですよね、多分。じゃあ場が荒れちゃうんだよね、もう横でバーも。だからもうめっちゃ離れてやるわ、これから。もうあれだ、お金払ってあそこの船乗ってさ、折るポイントにルアーを通して。いやー、あれは、あ、まあ、あれもあれで面白いんですけど。いいんじゃない。でもあれはちょっとね。何？なんか、なるい感じがするんですよね。嘘、まあ、なんで。じゃあなんか釣れて当たり前みたいなのがあるじゃないですか。それってなんかものすごい釣った人が言うようなことがいい。いや、多分で僕は釣れんのも楽しんどるもんで。だから、
自分の力で釣りたいってことね。そうそうそう、店長さんにそう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 あそこ投げろって言われて投げて釣れるんじゃなくてそうっていうのが普通じゃない。いや俺はどっちもどっち。ただあれはあれで楽しいのは もちろん分かってますけど、俺正直言っていい、うん、どっちがいい。釣れんだったらおかっぱらなんかやればね、船行った方がいい。これはあのその海の話でしょ。いやこれはね好みなんだわ。海もそうだし、うんうん、まあ、琵琶湖もそうだけど、うん、冗談じゃないそんなの。ああ釣れんだったら、うん、でもあらかじめ釣れるって決まっていくわけじゃないもんね。これ人によって釣れるか釣れんかギリギリで釣って喜びが倍増なのよ。ていうかこれ感触を要は味わえたら、こんなんこれ出してでもやっぱりもう行った方がいいよ、ね、うん、あそういうもんかな、まあ、人によるそれは、うん、人によるバイブレーション釣れますよ茶賀さんって。わかりました信じます。はいバイブ投げます。いや茶賀よね俺ね名古屋港でね10おかっぱりでねルアーで10回連続坊主こいとんだ、うん、マジ釣れないかでそんぐらい釣れへんやって。もういや最後嫌になっていかんくなるんだよ、うん、10連続もう坊主食らったらね。まあ1回の調校時間が 3,4 時間だけど、うん、それでも10回ぐらい通って全部釣れんかったら確かに高いからね。わかるんだよあれ一発のこと35,000円とかでしょ、うん、まあ確かにね。もう俺お金払ったことないけど、うん、ボートシーバスもたまにはいいですね。行こうよボートシーバス、はい、あの感触を味わうのはもう最高ですね、はい、あと今一番おもろいのがね来いなんかちょこちょこ言いますよねそれ。ないないない何でやがるの恋釣り。来いあのね恋釣りが面白いのよあの巨鯉をね。俺本音で言っていい。何行きたくない恋釣りしたくない。渡辺じゃない高橋不二雄さんって人俺と番号つける人ね。そうあの釣った鯉に番号つけて話しちゃう人ね、うんうんうん、であの同じ鯉を3回釣っちゃうんだから、うんうん、10年前に釣った鯉を8年ぶりに来ましたって、うん、8年前に釣った鯉をまた釣って、うんうん、で2年後にまたそれ釣ってみたいな、うん、こいつとは縁があるこの10年で3回釣りましたって全部タグつけちゃって、うんうん、これブラックバスにもタグつけたのか本当にこれを落としつったぞって言ってかいやいやだからキャッチャーとリリース禁止だからね。あそうかそうかやっちゃいけないんだけど あの基本的に琵琶湖でバス釣りしてる人で 99.9% がリリースしてんのよ、うんうん、でしょうね、うん、回収ボックスに入れたり殺してる人が本当に100人に1人いないのよね、うん、みんなリリースしてる当たり前のことなんだよね、うんうん、で見つかったらブラックバスをリリースしてるところを警察に現任されたら、うん、これね罰則のない条例違反なのよ。罰則ないんだよ、はいはいはい、だ注意みたいな感じ。そうそうそう、だから条例は違反、ただ罰則の規定がないのよ。ああなるほど、だからそこを逆手に取ってな。うん、まあでも炎上するな。でもそれって規則はそうか、一応縛らんとそこ増えちゃうのか。いやだから条例違反だよ、だからバス釣りしてる人絶対離禁だよって建前でね。うん、だけどみんな離離してるね。うん、で2チャンネルとかであいつはバスを殺してないリリースしてるに違いないとかさ、うん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 、みんなリリースしてるよ。琵琶湖ってバスおるわ。あれいっぱいおる。入れ食いや入れ食い入れ食いって言って入れ食いになった。いや場所が合えば、うん、だってセイムと2人で行っても50アップ5本ぐらい出ちゃったあの日。まあ5本はオーバーだけど。いやいやバラシがあるから。ああ4本ぐらいじゃん。いや俺3本バラしてるから。あれ5本ぐらいかかっとるよ。そうだったっけ。いやだから58やろ、あんな52やろ、うん、で俺が別で3匹バラしとるから目の前で外れて、うん、50アップから1日5匹つった。まああの時は寄っとったんシャローに。たまたまね、うん、だからデカバス俺シャローでしか釣らんからね、うん、まあいろんなとこで釣れるの。錦鯉、うん、にタグをつけて放流するって高橋放流しようか放流いいんですか。わからん。県の知事に聞かなんか。あ錦鯉この間に逃がしてええかなって。高橋ゴイを。オッケーだったらオッケーよ、うん。アウトだったらアウト。嘘つくなって言ってくれって。何が、まあ？嘘じゃないけど。嘘は言ってないよ。そうそうそう。確かにバラしとったね何匹かは。一日で2人でな。うん、俺4匹ぐらいかけたから。うん、あの時が多分過去最強にデカバスが食ってきた。あの朝日新聞じゃないや。朝日マリーナ。朝日マリーナの。うん、あのマークどうなへんだわ。うん、でもあのいつも結構ねあと時間が10分しかないとかそういう時にかけるんですよ。釣ったな、うん、それロマン、ロマンですね。あれセミだった時にも俺今日も動画もアップできんわ。4時55分まで俺坊主で、うん、4時57分ぐらいにもう5時に帰られんかんギリギリで俺釣れた50分、うん、それはしびれますね。思わず叫んじゃった。それもさっきまで俺が投げとったところでちょーんと投げてもう釣っちゃった。最後でな。本当に、うん、
あれ動画あるけど、うん、あタイミングと場所が全てね、うん、あの年は釣り動画多くて楽しかった。最近釣り飽きちゃったね、うん、飽きたんです。まあ飽きたっていうかそのパワーもちょっと今ないからってことなんじゃないの。今充電期間ですか。なんか釣り自体がまあたまにやるもんだよ、ね、まあですかね。まあ茶川家は釣りで売っとらんからね、バレティだから。でも結構楽しいんだよな釣り。釣れんもだからね、釣れんくてもなんか満足しちゃってる自分があってね。いやだからさ、あのさ、この視聴者の人ね、今釣り人の人が7割なんだわ。みんな釣り好きから来てくれてるんだけど、はい、釣り好きってね数字取れないのよ。だからもう専務の霊感、今後霊感教室で茶川キっていう名前やめちゃって、はい、あのいや別チャンネル作ろう。秋山専務の霊感占い商法みたいなんで、その嘘ばっかり言ったらいいから、あ見える見えるって言って、で視聴者と喋ってうーっとか言ってさ、でカメリンの除霊したりさ、グーってエハラみたいな昔のあって、オーラの、ね、オーラの泉のさ、あのカメリンのうんとか言って、そういうのやろうよ。背中叩いてる。で、専務は何言われようが、見えるって言い続けるんだよ。陽介さん、僕はうんこ食べなきゃいけないんですかって。うんこは食べなくていいよ。そのぐらいの気持ちでってこと。ああ、いや、だからもう本当に、泥だらけになっても、傷だらけになってもって、だから、陽介そんなね、陽介がこの間自殺したいって言うからさ、生きてる意味がないって。もうそんなんだったらもう5年以内なら純也に勝っても年収1億にしちゃえばいいじゃんって。もうほんでもなんかね、陽介第三夫人までなんか囲っちゃえばいいじゃんって。そしたらやるって言うからさ、だからうんこ食えじゃなくてもうドブ水すするぐらいの泥だらけになってもって。だからそれ陽介は6分働いたらエレエレって言うんだよ。ああそう、6分撮影したらもう限界ですみたいな。ああそんなこと食えるわけねえだろって。よっぽど気持ちを入れてるんですね。そうそうそう、ぶっ倒れるまでやんないと。ちょっと力抜いた方がいいかもしれないですね。いや陽介抜けすぎたからなんで。専務の霊感と僕の車に見えんの。専務ちょっとやったって投資。この人さ、滝沢翼に送ったってどういう人間か。投資したって投資できる子なんか。分かるわけない。分かるわけないって声もやるわけない。いやいや、こうやって俺のことだからこうやってうーって祈ったら、その滝沢のとこに自分の魂送っちゃって相手の感情とか見てうーとかやってくれるんか思って。これは何でって。だけどこの人結構スラッとしてると思うよ。マジでスラッとしてる。見えた。ああ見え、見えた。文字から見えちゃう。見えちゃう。そんなもん。ああ実はこのゲームやってます、ね、ああ軍団長になんかペコペコしたのがインターネットの中で。そうそうそう、最悪や。お疲れ様ですね。マジで今日はここ攻めましょうか。本当ほやくだらんましたそんな秘密があって。高橋さんは悩み事聞きながら僕たちを小バカにしたりしますよ。それはだけど親しいからですね。違う違う違う、偉そうにしたいから俺。偉そうにしたいんですか。そうやで。そのためにやっとるんじゃん。だってだから俺は普段やっとるライブは自分が満たされたいからやっと、うん、アイドルだよ。そうそう、アイドルだし、チヤホヤされたいし、うん、満たされて、で最後はお前ら気をつけろよって言って終わっていくんだから。あの自分の俺らもなんか1000人になったらライブやろうかなと思ってるけど、うん、こんな感じでライブしても多分面白くないんじゃないかなと思うね、うん、思わないですか。どういうこと。いや、こんな感じのトーンでさ、うん、まったりやられてもね、うん、いや、おっさんが喋ってるだけやねん。いや、だからでもそういうのが人気の人いっぱいおるよ、雑談配信者っていうのは。まあ、そうなんだ、うん、雑談配信っていうのは、こうインターネット上の人が毎回だらだら喋って、それファンと時間を共有する、うん、で、世の中に50万人ぐらい、100万人だったかな、働けるんだけど、うん、家でゴロゴロしてるやつがおるのよ、うん、知ってる。いや社会問題になってる。それもおかしくないか。100、うん、だから、いやだから50万ぐらいだったと思うぞ。50万人ぐらいか100万人か、18歳から50歳の、うん、まさに仕事しなきゃいけない人たちが、うん、親の庇護のもとで、うん、仕事したくないから家におるっていうのが、うん、何十万人かおるのよ。でそういう人たちの数パーセントがこのツイキャスとかニコ生とか来るのよ、うんうんうん、で暇やん、うんうん、朝から晩まで、うんうん、話し合いってもおらんやん、うん、
だからこうインターネット上で、おお元気みたいな、コツコツコツみたいな、かといってその人も社会出れないわけだ、ノイローゼだから。だから喋り相手も欲しいやん。だからそういう人がツイキャスの俺3割4割はそういう人だよ。引きこもりで、俺はニコニコの時に引きこもり連合会っていうのを作ったのよ。そういうやつらに上から目線で物を言って仕事のストレスを解消する言って、お前らバカだ言って言うことを聞け言ってで、そういう需要と供給があるから、結構ダラダラの動画で酒飲みながらあーって言ったら、その引きこもりで同じ匂いがする人がそう来てくれるから、ダラダラが多いよ。引きこもりじゃないだよな、俺は。なんか僕なんかコメント打ったりとか、その掲示板に何かを書き込んだりとか、そういうもののこの感覚がもうわからなすぎて。だからインターネットはそういう世界だよ。そう、僕めちゃめちゃ弱いんですよね、インターネットっていうものに関して。だからチャイは結構もう今敵作ったな。今のはちょっとしたリア充島っていうのよ。ああそうなんだ。何こいつ、あ、何、なるほどなるほど、幸せやってんのみたいな。ああなるほど。娘も寝とるがどうしたよ。寝とるがいいじゃん。あ、インターネット見とんか。娘から LINE が来た。 LINE が来たか。そう、今敵作ったチャイフ。今の言い方は、完全に俺結婚してるし子供もいるし収入も安定してるし暇なくねみたいな。え、何やってるって、自分ら何やっとんって、リアル楽しんだらいいじゃんって。だけどその茶会部の反対にいて、リアルには楽しめない、学校も会社も行けない、部屋の中で閉じこもってる人が今何十万人もいるんだから。じゃあその人たちの話し合いでなったけど、ああなるほど、あ、それは言ってはいけない発言ですって、あ、私たちは寂しいんですよって。あ、なるほど、だからこのパピオンも成人病っていうか、軽いな、パピオンは軽い、重いんじゃないの、軽いノイローゼになって、仕事も手につかなくて、部屋で8ヶ月間じーっとおんのよ、だからノイローゼだから。あ、精神的にはもうそれは俺から言うと考えすぎなんだよね、悪い方に、いい方に考えときゃ笑顔じゃん、でも悪い方に考えるから悩むのよ、それでううううってどん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 、もしかして俺ってダメなんじゃないかみたいな、でだからそういう人がインターネット上にいっぱいある。ああ、そういうことか。ほんで昨日あの海老原さんっていうちょっとノイローゼの人喋ったの。海老原さん今ノイローゼね。で俺が処方箋出しとって、あの俺がライブ誕生会取ったら、あの出させろっつってメール来たから、お、分かった分かったっつって、でちょっと対談して、ノイローゼやばいやろ。いや、ノイローゼのエビやろ。あんまでかいこと言ったら今。インスタが好きそうって。ああ、分からんな。なんか自己顕示欲がないっていうか、わかります？わかんない。だから、俺が俺がっていう感じじゃないんですよね。うん。あ、笑い健康法やってますね。やりましょうか、笑い健康法。いいやん。腹式呼吸できとるで。できてますよ。肺活量だいぶある。まあ、って。ああ、なるほど。高橋さんの配信がなければ、社会の犯罪率も上がってしまいますけど。そうなんだよ。ああ、まあ、でもそういうところで、ものすごく役に立ってる可能性ありますよね。いや、だから俺は、あの、迷子の人を助けるっていう。すごいです。あ、おさぼさん。あ、おさぼさんね。お疲れ様です。おさぼさんが来てくれました。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。全然字が見えなくてさ、LINE 打っても見えへんの。老眼がひどいんだよ、ね。老眼だろ。あ、海老原さんは下ネタ嫌いなんですね。嫌いだ。まああんまり、いい気分のもんじゃないですからね。ね、だから下ネタはちょっと失礼っていう意識じゃ日本が。あんな綺麗な美しいこと。高橋教からするとそれは間違いですね。そうそうそう。でも風潮がそうだから知らない。みんな言ってるんだから。あ、もういいんですかそれで。マインドコントロールだから知らない。ああ、そっか。一回マインドコントロール入ったら取れないよ。だから人前で下ネタをあんまり卑猥なこと言うのはマナー違反っていうことだから。まあ俺も言わんようにしとるけど、まあその言い方もだけどあるんじゃない、その質問も。
いやだから俺はいつもラジオでは自分のとこでは美しいことだから言わなきゃいけないけど、うんうんうん、そうする下のこと言うとそこからその気になって子供作っちゃうじゃん、うん、ちょっとでも下の話になると、はいはいはい、男女ってその気になって子供できたらいかんから人口削減計画今やってるからさ、はいはいうん、そのやっぱり例えばモサドとかロスチャイルドとか、うん、そういう人たちが人口日本の人口削減計画やってるから下ネタを禁止させとんだよね、うん、だからもう俺たちも無意識のうちに人前で下ネタ言っちゃいけないって、うん、ちょっと秘め事みたいな、うんそれをオープンにしちゃうとみんなセックスしまくっちゃって子供産みまくっちゃって人増えちゃうやろセックスセックス大好きってセックスオッケーにしたらで子供が増えすぎて日本の人口3億とかどんどん増えていくのよだからそれを抑制するためにちょっと隠し事にして下ネタ言うとちょっと詰めみたいな感じでちょっと抑制してんのよそれって日本だけですかだから世界的圧力世界ってもっとこうオープンじゃないですかいやいや世界的に違うんですかあいやだからそのインドとかだったらもうものすごい子供産んで今人口大爆発で困ってるわけよ10億人みたいになっちゃってるそうだからオープンにしちゃうとねだから日本のもう1億以上増えたら困るからかといってテレビではさ少子化で困ってるって言うんだけど実際やっとることはあのやってないねうんそうですそういうことそういうことえいやいやいやでもうさっきからずっとねあのマスクかそうそう高橋さんのマスクが鼻にコロナだからなそうそうなんて表現していいかわからないあんな風にマスクかける人おらんもんだってすごいねもうコメントが寂しくなっちゃいましたねコメント拾わないかん、ねはい、だってもうみんなもう飽きてるんじゃないですかみんななんだかんだもう1時間も経つんですね茶会をちょっと腹から笑ったってよはっ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 近所迷惑ないいや、いい近所遠いから聞こえへん隣遠いもう一回やってはっ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 あ、いいねいいんですかこれ両方ばあさんなんで耳なんか聞こえへんから遠い分離れてるからみんな笑い健康法やった方がいいですねやってよ多分、はい、みんなで やりましょうかいいもなく笑うってなったのかないいもなくなんか笑ういや、意味はある、はい、笑うことに意味があるそう笑ってればね、なんだ大体うまくいく。全部あれ生誕祭やれよ。もうすぐやろう誕生日。もうちょっとかな。俺だって昨日生誕祭やったよね自分で。知ってますよ。ああ聞いとった。うん、ああ電話したか。電話したじゃない。忘れとった。いきなり生誕祭やった。夕方に喋ってるの何の電話かなと思って。うん。ついにぶっ倒れたかなと思ってね。俺でねえか。あ誕生日いつって専門。あ僕ね3月。うん。何日かまで言ってほしいね。あ、3月。秘密言っちゃいかん、言っちゃいかん。なんで危ないから、この人。いやいや、あなた言ってんやん。いや、じゃあ俺はもういいけど、3月頃ってとか。オレンジバリオンさんも3月だって。あ、じゃあもうそろそろですね。はい、生誕祭、必要ですねって、吉田健康さんが。生誕祭やれや、だから。何やるの、こんなやつさ。だから俺やったよ、だから皆さん、こんにちはっつってさ。うんあどうもどうもって今日生誕祭来てくれてありがとうありがとうって言ったらみんなスパチャ入れてくれるから俺だけどね書いた時に昨日ね電話あって、うん、あのライブやってるってから、うん、書いた時に、うん、生誕祭とかやってからちょっと笑っちゃったね、うん、すごいですよね生誕祭バースデーだから高橋さんあれって僕の誕生日おめでとう動画作ってくださいって3月8日。いやだから特別扱いできないんだよそこまで。ああそうか。だからこの人は特別扱いしろって言ってくるのよ。ああ。だから魚心ファミリー全員生誕祭やっていかないと。うん、誕生日会。いやいや。俺祝ってもらってないで。いや俺でもね、100人からの人がねみんなおめでとうって言ってくるんだよ。ああまあまあまあ。もうでみんなお金をさ振り込んでくれるんだよ。俺昨日言われんかったら気づかんかったら去年まではいつも覚えとったんだよ俺。うん。まあ人の誕生日一時覚えよね。うん。で生誕祭やったらいいよ。いやーおめでとうおめでとうって言われるしさ、うん、ありがとうありがとうっつって。それでなんかパーッとスパチャもちょっと入ってさ。500円、300円、200円とか中には1万円とか、で、おーちゃんとかも来て、うわーありがとうございますみたいな、おーよしよしよしみたいな。あ俺おーちゃんに会いたいわ、うん、コラボしようよ、うん、たかしさん、天心見に行ったんですかって。いや、その後、ライブが終わった後、うん、その天心対シノーのアメバでやって見たのよ。
天使那須川天使の試合がやって2月28日に、うん、したら3ラウンドしかないのよ、うんうん、でなんか3ラウンドしかないのに1、2ラウンドお互い駆け引きで終わってさ、うん、3ラウンドちょっと打ち合って、うん、なんかもう5ラウンドないと、うん、決着つかない、うん、だからなんで3ラウンドでやってんの、誰と誰がやったんですか、天心とシローっていうそのトップ中のトップよ、うん、K1 とか、まあ、あのキックボクシングの、うん、あの階級のトップ中のトップでやったのよ、で天心に挑戦したのシローが、したらまた中途半端な試合で、まあ、どっちが勝ったか分けない、まあ、判定で、まあ、天心勝ったかなぐらいのつまんない試合で、だからなんで5ラウンドやらないのって、うーん、倒れるまでやるって話でさ、あマーチンさんは振り込む代わりにグッズを買いました、ね、ありがとうございます。何を買ったのかな、 T シャツかな、 T シャツ買っていただいて、 T シャツってまだ売ってるんですか、あれ分かんない、ちょっとググったらあるわもうほとんど売れたんじゃない、これもっとあるわ、いや君やん、僕もあの白い女子 T シャツあるけど、あステッカーとかかな、いや来たら価値落ちるかなと思って自分気になってんの、あーなるほど、大事に取ったら、うん、これから有名にどんどんなってくる人だよね、うん、いやでもやっぱり有名になるのはチャガエフじゃないかな、いやだから僕はあのだって前ガサガサって小学生もさ、タコのおじさんって絡んできたよ、ああはいはい、だからやっぱりまあカメちゃんかチャガエフじゃないか、そうやな、うん、やっぱ主役を決めないからね、やっぱり石丸さんとかさ、ああ俺とかさ、まあ高橋君はカメラマンと監督だからあれだけどさ、ああもうね、あんま出たらいかんと思うんだよ、いやだからじゃあ出てはいいんだけど、うん、映画を作るときに主役、うん、脇役、準主役って、うん、立場を決めとかないかんね、うん、だから2人が主役になりたかったらさ、うん、迎合しちゃうじゃん、みたいな、だからセイムも主役やりたい、チャガエフも主役やりたいで、もうグワーってなっちゃうから、もう主役はチャガエフねとか決めとくのよ、うん、でそいつを盛り立てる脇役だから、いやそうだよ、うちは、うん、だからストライカー、そう点取るにはストライカー決めないからね、そうそうそう、チャガエフだから俺前みたいになんか乳首隠していつも裸で出てくれって言ってるけど出えへんやん、はい、そうですね、四国はいつ行かれますかって、ごめんなさい、セイムの方にとったらチャガエフのちょっと主役にしとくわ、なんでですか、僕いいですけど、専務の方がもう8割映っとった。いかにかにこのカメラ倒れて俺の顔丸出しになったらお前放送事故やで。それはそれでまたあれでしょ。